オリオジャン懸念される尖閣の南シナ海か台湾有事を超える新たなリスク近年は日本でも台湾有事への懸念が広がっているが我々はそれ以上に尖閣諸島をめぐる緊張に注意を払う必要がある 尖閣諸島は日本固有の領土であり、中国が領有権を主張し始めたのは1969年に国連が尖閣周辺に豊富な海底資源があると発表して以降だ。しかし、中国は海洋進出の強化に伴って尖閣でも強気の姿勢に徹している。石垣氏が最近尖閣諸島で実施した海洋調査について、中国は外交ルートを通じて日本に猛抗議し、 国家の領土主権を断固として守り抜くため必要なあらゆる措置を取ると建制した。5月に入っても尖閣諸島周辺の日本の領海に接する接続水域で中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が発見した。このように尖閣諸島周辺の海域で中国船が発見されるのは132日連続で、 5月1日に確認された中国船の一隻は、機関砲のようなものを搭載していたという。機関砲のようなものは、単に海上保安庁を威嚇、牽制するためだけではなく、必要があれば攻撃をためらわないと考えた方がいい。南シナ海の諸島を巡ってはフィリピンと中国が領有権を争っているが、近年この海域では、両国の船が衝突する事態が絶えない。フィリピン政府は3月、 南シナ海のセカンドトーマス省にある軍の拠点に補給物資を運搬する複数のフィリピン船が中国海警局の船による妨害を受け、そのうち一隻が衝突された後に放水銃を発射され、乗組員4人が負傷したと明らかにした。フィリピン政府は中国に厳重に抗議したが、中国側は自内省。セカンドトーマス省の中国名にフィリピン船が違法に侵入し、中国海警局の船にわざとぶつかったと逆に非難した。 こういった衝突や放水銃による被害は断続的に報告されており、同じく中国と南シナ海で諸島の領有権を争うベトナムに至っては中国船による攻撃でベトナム船が沈没する事件も経験している。尖閣の南シナ海化は十分にあり得るシナリオだ。そして尖閣の南シナ海化は中国に進出する日本企業に一瞬のうちに大きな打撃を与えよう。2012年9月。 日本政府が尖閣諸島の国有化を発表したことに端を発し、中国では1972年の日中国交正常化以来、最大規模の反日デモが勃発した。反日デモは北京や重慶など50都市以上に広がり、北京にある日本大使館には1万から2万人余りが抗議に集まり、ペットボトルやゴミが投げ込まれた。山東省や江省にあるパナソニックの工場には暴徒化したデモ隊が乱入し、 工場内から火が出たり、主営室が壊されるなどした。青島にあるトヨタ自動車の販売店は放火を受け、ほぼ全焼し、伊東洋華働やジャスコ、伊勢丹など、日系の百貨店やスーパー、コンビニなどでは窓ガラスやレジが破壊され、多くの商品が略奪されるなどの被害を受けた。尖閣の南シナ海化となれば、それは一瞬のうちに外交関係を悪化させ、影響は第一に経済の世界へと波及する。 中国に進出する日本企業としては台湾有事ともに、いやそれ以上に尖閣の南シナ海化に注意を払うべきだろう。リスクは台湾有事だけではない。治安太郎、治安太郎、国際情勢専門家、各国の政治や経済、社会事情に詳しい、各国の防衛、治安当局者と強いパイプを持ち、日々情報交換や情報共有を行い、対外発信として執筆活動を行う。 間接的にはなるけど、この国とのデカップリングを進め、この国の経済に貢献するようなことをやめれば、ある意味平和につながるのではないかと思う。この後に及んでまだ、隣国に市場を求め、進出する日本企業もいることが信じられない。間接的に軍事支援しているのと同じこと、ってのは以前から言われてるけど、目先の利益しか考えていないんでしょうね。日本人スタッフも派遣されると思うけど、出国前に遺書書かせたり、 特別危険手当みたいなのを支給したりするんですかね尖閣でフィリピンと同様の事態になったら、日本国内で単中運動を起こるんですかねあるいは、小外にされてる政治家やメディアが中心となり、抑圧するのでしょうか中国海警船が非戦2隻に衝突、高圧放水繰り返す、南シナ海スカボロー省周辺、バンコク、佐藤智、紀、北京、東慶一郎、フィリピン当局は4月30日、 中国と領有権を争う南シナ海のスカゴローショー。中国名、金和島。周辺で中国海警局などの船が、汽船2隻への衝突や放水を繰り返し、2隻とも損傷したと発表した。発表によると、同日午前10時頃、漁船に食料や燃料を提供する任務についていた汽船2隻に向けて、海警船など10隻が高圧放水を行った。 奇戦は8回以上の放水と3回の衝突を受け、手すりなどを損傷した。日側は声明で、フィリピンが自国の排他的経済水域、EEZ 内で合法的な活動を行っていることを軽視した無責任な違法行動だと非難した。一方、中国海警局の報道官は同日、不法侵入に対して必要な措置を取ったと正当化する談話を発表した。 こういった領海域での争いはトップレベルではっきりさせる事案である。現場で働く人々は、互いが上層により自分たちが正義なんだと叩き込まれ、行動を起こし争いとなり、末端の者が犠牲となることが繰り返されている。金箔の海、尖閣諸島をドローン初調査。大量の中国漁民のゴミと姿を消したヤギ。絶海のことを尖閣諸島をドローンのカメラが捉えた。海岸には大量のゴミが漂着し、 植物も枯れ始めるなど、後輩が進む島のすぐそばでは、日本と中国の船が睨み合っていた。石垣島から北に170キロメートルほどの場所にある、日本固有の領土、尖閣諸島の周辺が金閣の海となったのは、2010年代はじめのことだった。尖閣沖の日本の領海で、日本操業していた中国漁船が、海上保安庁の船に体当たりした事件が発生。 その後も中国側が挑発とも取られる行為を繰り返す中、2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化した。こうした中、4月下旬、現在の尖閣を調査するため、石垣市の調査団は初めてドローン撮影を行った。夜明け前、尖閣諸島の魚釣島に向け、調査船が薄暗い海を進むと、背後から赤いライトと緑のライトが迫ってきていた。その正体は、赤いライトが中国海警局。 緑のライトが海洋保安庁の船だった。近年、海洋進出をさらに強める中国は、南シナ海では4月30日に海警の船がフィリピンの巡視船に放水攻撃した。尖閣海域では現在、こうした実力行使こそ起きていないが、無線では、釣り魚島、中国側湖障及び付属の島々は、古来、中国の固有領土である。その周辺海は中国の領海であるという音声を流している。 緊張感漂う中、日本の調査団として初めて島の上空にドローンを投入した。その映像を見ると、海岸一帯に白っぽい物体が点在しているのがわかる。東海大学の山田義彦教授によると、すべて中国の漁民が流したゴミだという。異変は他にもあった。山田教授によると、12年前の調査では、目視でも見えていたヤギの姿が見えなくなっているという。山田教授は、 もうヤギすら生きられないと嘆く。原因については、水が少なくて、島全体が乾き始めている。いち早く島の上陸調査をすることが必要と指摘した。調査団は、さらなる調査を行おうと準備を進めていたが、中国の海警船が、魚釣島のすぐそばに留まっていた。船舶海上での睨み合いが続く中、調査団は、魚釣島と間に中国の船がいるため、不足の事態を避けるため、 この日はドローンをこれ以上飛ばさないという決断を余儀なくされた。海上保安庁によると、2024年に入り、毎日中国の海警船が尖閣諸島の接続水域に来ているという、領海侵入も13日、延べ33隻に及び、尖閣海上での緊張は、もはや日常の光景となっている。今回のドローン調査について、在日本中国大使館は、一切の政治的挑発、現場での騒ぎ立て、 世論の煽り立てをやめ、中略、情勢のさらなるエスカレートを回避するよう強く促すとコメントしている。離島防衛への洋自衛隊海上輸送軍向け艦艇が寄港。式典には陸上自衛官もずらり。なぜ配備先は広島県五市。陸上自衛隊はこの度、海上輸送部隊向けとなる船舶の起航式を2024年4月23日に 広島県小野道市の内海造船で取り入ったと発表しました。寄港した船舶は、2024、令和6、年度末に新編される海上輸送部隊、自衛隊海上輸送軍、過少に配備予定の2隻で、当所部などへ部隊を機動展開させる際などに重要な役割を担うとしています。なお、先日成立した2024年度予算では、機動集計、 3隻の取得費用として173億円が計上されています。この3隻は全室の自衛隊海上輸送群、過少に配備予定と明記されていることから、残る一隻についても今年度中に寄港されると考えられます。自衛隊海上輸送群、過少は南西島諸部などに部隊や物資を迅速に輸送することを目的とした部隊で、海上自衛隊クレ基地に進展される予定です。 海上自衛隊や陸上自衛隊といった各自衛隊の垣根を取り払った共同部隊として計画されていることから、軌道集点をはじめとした各種船舶についても陸上自衛官などがミサオに当たる見込みです。